沙織の人生で一番いい表情してる瞬間に対する一般先生たちの反応集。好きなヴィラン春。なんて悪そうな顔なんだ。多分もう二度と見れないであろう、これ以上ない悪人面。イベントとかで出られれば、追い詰められた悪党視点とかで、ワンチャンあるとは思うんだけどね。美人だ。魅力的すぎた。ここの極悪ヴィラン感はすごかった。どんどんお辛くなっていく。沙織の人生で一番いい表情してる瞬間。一人ボロボロだし、美咲日和を掴んでたり色々伺える。これで姫を助けられるぞという笑顔。アリスク初登場時と現在で印象が違いすぎる。このスチルだけ見た時の性格予想聞きたい。俺が始めた頃はエデン4章公開時期だった。これが新しいアルちゃんか。直前の章で、ミカが沙織からは逃げられないってあずさに言っていたのもあって、冷酷な女なんだろうなって思われてた。飛空船の墜落見るために、わざわざ高いところに頑張って登ってるやつ。まあでも、ゲヘナをぶっ飛ばしてスカッとしたのもあったとは思う。誠はひどい目に遭えばいい。あった。アフロ程度で？なんでメンバーともども、あの爆発&墜落で無事だったんだろうね。キボトス人だからとしか言いようがない。だってキボトスの住人だし。あと誠だし。同じ目に遭うイロハがかわいそうだから、セーブされている。ミカと沙織が共闘して、邪悪な笑顔を浮かべてるのみたい。キキキー？真の悪党であるファウストが自分にいるからな。あずさに人殺しの覚悟で負けた女。向いてねえんだ、人殺しになんて。この路線のままの話も見てみたくはある。ブルアカじゃなくなるけど。俺は絶対に家族を殺せない沙織が好きだよ。身内をどうしても切り捨てられないのも先生としての資質なんだと思う。それするくらいなら自分が死ぬって性格もだし。だがあずさは違う。でも実際にあのトラップで死んでたらどうなってたろうね。やめろ、やめてくれ。ブルアカ2の先生。沙織のイベント目当てでブルアカ続けてるところがある。あずさは生まれついてのトリーズナーだから。今までの重責から解放されてこれで、家族の命が守れると確信した笑顔。さっちゃんまだ家出中だから。これでみんなを守ることができる。ここの表情本当に悪そうだよね。今のさっちゃんも好きだけど、スレイの表情が似合う基本冷酷なままの感じでも好き。敵に回ってる頃から好きだった。ミカに殺される寸前の自白決まってる沙織好き。この顔してる時はもうやけくそだしな。セルフパロ的な感じで、どうでもいい場面で似たスチル出てきそう。しょうもないことにムキになって、この顔になる安易なギャグイベントみたい。アリマン頼むと思ったけど、さっちゃんが家出中だから無理だわ。うまいこと両面進行でいけないかな。めんどすぎるか。なんて悪い奴だひどい目に遭えばいいのに。うわ、ちょっとそれは合いすぎ。さすがに誠ちゃんかわいそうだよね。最終編を見るに、キボトス人も航空からの落下死は避けられないはずだが、一応湖に落下したから助かったはず。それでも常人とは耐久性が違うんじゃないの。ここら辺見てなんでこんなことをから生い立ち知ったら、あずさはなんで折れないのになった。あずさだけなんかメンタルおかしくない？ 3 章でなんやこいつってなったけど、4章で大好きになったよ。友情の証をトラップに使った後に折れてる場合かって、自分で奮起するあずさは鋼鉄を超えたメンタルしてるよ。自分が一人で始めたことだから自分でしかケツ吹けねえんだ。自分でやるって決めといて心が折れるのは違うよな私。だて。はい。あずさ立ちます。フォース PV で生贄になってるのに、微笑んでる沙織いいよねよくない。どうしたあずさ。まだ家族を殺して友達に会えなくなっただけだろう。だて。全然いいんだけど、おばさんの呪縛から解放の流れで、一人どっか行くとは思わなかった。まあ沙織はもちろん、美咲日和にとっても大事なことだし、進路を考えて、っていう、キボトスの生徒たちのほとんどが全然考えてないことのために、一人歩いて道を探し出すっていう結論がすごい好き。大人になろうとしている。ようやく自分の道探せるようになったからね。先生に向いている女。あずさは友達思いの優しい子だから、必ずこのぬいぐるみを取り返しに来るだろう。と奴が考えているのはわかっている。うっせぇわちゃんと呼ばれてた女。どっちかというとレディメイドちゃん。ずっとみんなの命だけは守ろうとしてたのけなげすぎてね。あの頃のお前はもっと輝いていたぞ。一人だと無限に騙され続けるから心配で目が離せないよ。先生に重傷を負わせた唯一無二の功績。なんで長いこと一緒にいてあずさ精神が怪物だって気づいてないんだよ。お人よしか。お人よしじゃなければあずさ死んでるし。というかスクワットメンバーが生きてたかも怪しいし。お人よしじゃなきゃスクワット結成なんてしないし。そもそもスクワットが姫とか全員を生き延びさせるために、戦闘技術を仕込みまくった末だもんな。あずさはすごいし光の道を行けるって思ってたよ。でも友達のために敵対したんだろうって思うじゃん。優しい子だし。アートワークでちゃんとヘルメットさおり合って笑った。全員妹みたいなものなんだが、私が全員身を挺して守るんだが、はぁ場に足す場に足す。実は頑張って悪人ぶってるだけだったからな。先生の指揮や作戦読み切って、逆にはめてきそうな笑顔。現場にひなとせないなきゃ、先生抹殺して本当にヴィランになれた。まあエデン3章の時の沙織はそれなりにおかしくなってはいたから、防ぎきれなければマジで殺していただろうとは思う。あずさ1年じゃなくて2年なの？の後に沙織3年じゃなくて2年なの？ってなって2人とも同学年なの？ってなって頭がバグる。年齢は一つ上の17なので、沙織は留年かなんかしていると思われる。多分誠抱き込んだのもこの子なんだろうけど、誠の相手とか絶対ストレス溜まるよな。この会心の悪い笑みは、これでもう余計なストレス溜めずに済むという、安心の笑顔の可能性が？あの状況で全く疑う様子なかったから、相当よいしょしたのはわかる。一応一人で早合点してそうかこれで私の計画は完璧だってなるタイプだから、貢ぎ物の飛行船渡してあとはこっちでやっとくんで、会場の指定だけお願いしますくらいで交渉済みそうではある。この沙織に傷を負わせたニャンニャン派って、一体どんだけの奴らなんだ。この世界、ヤクザはヤクザでヤバいからね。あと数のりの強さはある世界ってのもある。基本的に学園最強クラスでもないと、数の暴力には普通に負けるんだ。ろくな情報も渡されずに鉄砲玉にされてるみたいだから、得意のトラップ駆使したゲリラ戦も取れまい。まずひなと剣はひなたやはすみもそうだけど、ミサイルと古聖堂に仕掛けた爆弾で先手取られて、海戦から重傷だからね。キボトス最強核を倒すには、初手超高火力ぶっぱからの異常なまでの飽和攻撃ぶつけるか、同程度にヤバいのをぶつけるしかないのがエグいよね。何あのミサイル&ユスケナ無限は気に気急想定した装備。言動を振り返ると、あずさに帰ってこいとしか言ってない友達思いの子。あまりにもイケメンイケボすぎる。沙織と誠は謝罪のために、男装ホストでミカの接待しろ。ダメだ美咲も足せ。10年前にベアオバに突撃して、姫を舞台に入れたの何したんだよお前。あずさは例外として、どうしてあの境遇であそこまで性根が優しいんですか。絶対に折れない女。あずさ。回想的にあずさが反抗するたびに、サムネが私からよく言って聞かせるんでってかばってたみたいなので。ひなには一人で絶対に当たるなって言ってるし、空気のメンツ全員把握くらいしてるだろ。ひなは知ってるだろうけど、それ以外は貸すくらいの認識かもよ。伝統で着てるお覚悟シスターはともかく、昔の連中なんであんなスケベ衣装着てたんだ？頭花子だったのか。同源なんじゃないの？伝統だからあんななんだろ。一度合流したのになんかまた旅立つことに。私は通りすがりのヘルメット団。さあ先生を助けに行こう。